ございます。もうちょっとなんか向こうの方にするとかですね。大丈夫です。線で取るわけじゃないですか。線で取って取るんですか。あ、そうだけど毎回30ずつ。はい。でも3000回。あ、大丈夫。じゃあ本当にこの辺で大丈夫。はい。でもなんか遠くね。あと10メートル後ろ。恥ずかしいとこ撮るなんでいるんですかこういう時に。逆再生。そうですね。30ちょっとしかない。分かりやすくなかった。3確かに賢い。休めているというか落とせているもうだいぶリカバリーできて、ちょ1週間ぐらいでリカバリーできて、で今週ぐらいからじゃあ仕上げみたいな感じでこういいリズムで走りたいっていうことだったから、結構もう1万みたいな調整、まあ、1万ほどはいかないけど結構400とか入れてスピードをちょっと入れて仕上げてるって感じですね。なんかアップちょっと軽そうに見えたけど、ね、アップ良さそうだった。痛いとかも今も痛いもちょっとずつ良くなってて、なんか外反母趾の腫れみたいなだいぶ収まったみたいな。マラソン重く仕上げろみたいなのもあるけど、軽めに仕上げました、うん、でも結構とはいえ昨日も30キロぐらいしてるし結構ジョグの量はしっかり調整しながらやれてるから、それでも疲労抜けてきてるってさ、やっぱマラソン仕様になってきてるなって思うの。
18ぐらいします。ありがとうございました。
入れ替えちゃう。明日からね、入れてなかった。余裕持ってやれてたと思います、ね、呼吸もすごい楽そうでしたし、あとは結構足が、新谷さんの足が僕に当たってたんですけど、多分動いてる証拠なのかなと思います。いい感じよ。気持ちよく走れた、走れてそうに見えたけど、うん、と思う。スピードも綺麗でしたけど、いい感じだった。最後も3分6で吸ったんです。だいぶキレは戻ってんじゃん。あとその本人が言うリズムみたいな、どれだけ戻ってるかだけで、いい感じだった。そう、怖い。怖い。ここまで来ると逆に怖い。怖くなくなる。怖い怖い怖い。あのできてるから怖くない。なんかもうオリンピックの時とかも立ってくれたらいいやぐらいの感じだったけど、ちなんかでももしかしたらニーヤだったらやってくれるかなみたいな、うんうんうん、っていうなんか願いみたいな感じだったけど、今回こんだけ練習もしっかりやってきて、みんなもすごいね、こういろんな形でサポートして、うん、今まで以上の取り組みができてきてると思う。想像す、なんか質問されるとなんか緊張してくるんだよ。昨日、誰だっけな、昨日もなんかウェブミーティングとかしてて、なんか質問されると緊張するなとか。俺が緊張してもしょうがない。もう願うのみ。いやまあでも気持ちよくスタートライン立ってもらえるように、ちょっといろいろ準備を怠らないようにして、今日はスムーズだったね、全部。Come on.